みなさん、こんにちは、アつコストロンゲストです。今回ご紹介する本は、はい、こちらです。パンクする京都、中井二郎さんです。はい、でですね、今はですね。えー、とこの動画を撮っているのは、二千二十年十一月。で、この本が書かれたのは、えっ、ー、と、二千十九年九月のことです。 まあコロナがあってですね状況は多少変わっているかもしれないんですけれどもなかなか興味深い本なのでちょっとこちらで取り上げたいと思います。でですねまあ、大体想像はつくんですけれどもまあですね京都はあの日本でまあ一番の観光地だしやはり皆さん行きたがるんですね。なんですけれどもあのやはりマナーの悪さにまあ困っているということだと思います。 例えばその擬音などで、まあ、あの舞妓さんのおかけをするとかあの子供のおむつをあの室内で買えるあの店内で買えるとかそういったですねあ,のあまりマナーの良くないことが横行しているのでそこをですねどうにかその来てもらう観光客にあの意識を変えてもらうこのようなことがまあ大事かと思います。 で私はですね他にも例えばあの浅草に住んでいる人に聞いたことがあるんですけれどももうですねあの観光客だらけで自転車にも乗れなないいととうことなんでですねでまあ私もたまにあの浅草は行ったことあるんですけれども本当にですねあの、まあ、一観光客として行ってもですねもう通れないぐらい人がいるまあですね本当に実際住んでいる人は大変かなと思います。 まあですね、あの観光誘致とそのマナーですね、これをどうやってあのうまくまな、あ、でしょうねあの共存していくかなかなか考えるところであります。もうとても興味深いのでですね、皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、あのとても興味深い本がありましたらこちらでご紹介しますので。 次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。